こうなりそうは、久保リーグに所属していた大韓民国出身の元プロ野球選手。高校時代から優秀な打者で、2000年に SKY バーンズの球位指名を受け契約金3000万ウォンの条件で入団した。1年目と2年目は一軍出場がなく、兵役のため入隊。2005年に除隊され、チームに復帰した。この年もこれといって活躍することはなかった。 2006年には、キング・オミン、超東和の不振でチャンスを得て、出場機会を増やしていった。このシーズンは、トサン・ベアーズ戦に強い姿を見せて、トサン・キラーという別称を得た。2007年には123試合に出場し、出場機会が大幅に増えた。しかし、フル出場はできず途中で、ダイソーや守備固めと交換されている場合が、 多かったので、規定打席に到達できなかった。結果的に21投類、10本塁打を記録して、次世代の高打瞬速の可能性を示した。また同年の韓国シリーズで14打数3安打で、チームの優勝に貢献した。2008年には40試合連続出塁記録が4月23日から6月17日まで続いた。同年は、ハンファイーグルス戦に強い姿を見せ、 相手打率0.455を記録した。6月10日には、生涯初のサヨナラ安打を記録した。2009年には、キャリアハイを記録した。打率19位、本塁打27位、打点12位、盗塁6位、安打数6位と大活躍し、シーズン最多打席記録も塗り替えた。中でも、ハンファとロッテを相手にした時には、非常に強かった。その後も、キンゴーミン。 長党は、林伊夫、金尾治、僕植える広し、安井多夫などと共に、SK 王朝時代の象徴となる、鉄壁外野人の主力として、活躍を続けた。2017年は一軍に出場できず、9月9日、SK によって引退セレモニーが開かれ同年限りで、現役を引退。2018年より指導者に転身し、SK のコーチとなり、2020年で退任。 ありがとうございます。